まあいいや、行こう。ちょっと待って。あ、そうか、水か。あとあれはちょっとスマホで調べてよ。あとどういうあれ。いや、もうわかるからいいよ。あ、ちょっと待って。あともう一個待って。それ、傘。そうだ、傘そこに入ってた。あ、危ね。はいよ。じゃあ行きますよ。よいしょ。混乱だ。バカ。あ、ちょっと待って。ポプが吐きそう。お前、水飲んで吠えるから電話使いね。どっちだ？左？右か。右でどうだね。よいしょ。あ、びっちゃびちゃだ、ポプ。うわ。ごめん。ポプ、うわ。お前、さすがにちょっとびちょびちょすぎるな、足が。まもなく左方向で、その先 400m 先、右方向で、さらに分岐。左方向で。これ信号じゃないんだ。止まるで、ただの。熱水、よし、こう。こういうね、何でもないところにいそうな感じするからね。誰が？警察。ああ、分かんないけど。絶対ないとも言えるし。およそ300m先、市立図書館の右方向です。現金買取。河原に降りれるみたい。さっき降りれる下にあるって書いてあって。いや、なんか今度天気回しな時にあそこ天覧座とさ、トーロスの帰りにさ、撮ってみてみて。その河原結構人がいる。ああ、うん、下降りれるって書いてある。気が向いた。 あれか、あの赤い橋。天覧座の近くに赤い橋あるって書いてあって、一向に見たことないが、どこだろうと思って。ああ、見えた。うん、あれだ。なるほどね。左方向です。やっぱり左って、だいぶ近いね。よいしょ、ちょっと遅っ。疲れた。もう一個出すか。いやいや、前の車はベンツですよ。あれ結構高いよ。あ、本当だ。うん、多分1000万ぐらいです。車中泊できそう。あれぶつけたら俺の人生は終わりだぜ。むしろ今チャリがボコってありそうだよ。おベンツはね、やられたらもう文句言うだろう。うん、大抵の人は。いや、誰でも言うでしょ。ベンツじゃなくても普通に自分の車だったら文句言うだろう。一般ルートってとこ、はいはいはい、の通行止めになってたとこあったじゃん、うん、なんかあそこ開通したらしいよ、ようやく、うん、なんかあれだってね、
落石で道がなくなんか崩壊してたらしい。開通してても来たくないけどね。なんで下のルートは別に危なくなくね。下のルートってどこ？え？だから一般道っつったじゃん。ああなんかあったな。うん、あの最初見晴らしとかがあのルート。聞いてる？うん。見晴らしがあるルート。これは結構入り組んでますね。これは左か。斜め左方向です。左側のやつがさ、うん、なんかすげえ緩くて固定してなかったからよく分かった。うん、あ宮坂とかいてる。うん、キャリーバッグ自体を平行に保つための紐がすげえ緩んでたからそれでだと。できないね、一周は。あ、そうなんだ。うん、繋がってないんだよね。ちょっとめっちゃ拡大するよ。繋がってないよね、これ多分。コブが全然何も見えない。まあ、とりあえず行くだけ行ってみるか。車両進入禁止とかなってたら。あ、繋がってるか、一応。通れんのかね。わかんない。そこだよね、わかんないね。うん、観光的な道だったら通れると思うけど、そうじゃない道だった場合はめっちゃ短くした。変わったよ、信号。25にしたのか。あんまでかいと見づらいし。よいしょ。とりあえず
あえず繋がってはいるっていうのは確認した。結局またムーミンパークバレーパークだった。なんかさっきから見たことある道だなと思ったら、そしてなりげにそこ消防車、目的地付近です。この辺なの？